もスリカスイミングのスリカです。本日の動画はバタフライでなんでこんなに息切れをしてしまうのかということについて詳しくご紹介していきます。それでは行きましょう。プライベートレッスン6月予約を開始しております。ぜひ受けたいな、気になるなという方は概要欄に貼ってあるリンクからチェックをお願いいたします。ではまずはこちらの映像を見ながらバタフライの基本の呼吸の仕方について説明をしていきます。基本的に水泳は止める、吐く、吸うっていうこの3つがすごく重要になってきます。で今これ息継ぎをしていますね。で基本的には止める時間が一番長いです。で吐くのは息継ぎを行う直前、もう本当に直前です。なので基本的には止める時間が8割ぐらい、吐く時間が1割、吸う時間が1割ですね。なので吐くと吸うは本当に一気に行わなければいけない。そして水泳独特の特徴っていうのは吐くのが鼻から、吸うのが口からですね。これ、まあ、たまに守ってない方、口から吐いて口から吸うしかできないっていう方いますが、私はあまりおすすめはしないです。やっぱりそれなりに理由があってそういう呼吸をみんなやってるので、それはまず基礎的なこととして一番最初に身につけておくべきだと思います。あとはこれは絶対やっちゃいけないのが、水中にいる間ずっと吐いてしまうことです。まあ、これをやったら人によっては呼吸が楽かもしれない。ほとんどの方っていうのは意外と止めるっていうのが難しいんですよ。水圧もかかるし、意識してなくてもしてても息が勝手に漏れちゃう。でそれが起こるとどうしても体沈んで泳ぎがうまくできないっていうことになるので、基本的には止めるようにしてみましょう。では今度は陸からの映像を見て説明をしていきます。まあ、全体的に先ほど言った水中とか息の使い方での動作は先ほど言った通りです。あの息の使い方ができてれば呼吸に関しては何も言うことはないです。で最初の方は慣れるまでは苦しいかもしれない。陸上と全く別の呼吸をしてるので慣れるまでは時間かかるかもしれませんが、やってれば慣れます。それはもう練習あるのみです。最初から楽な人なんていないです。はい、ということで、まあ、呼吸は以上なんですけど、あとは、まあ、これは本当に上級者とそうでない方の違い、呼吸が苦しい苦しくない方の大きな違いになるんですけど、泳ぎ全体に関して力を入れすぎてるか脱力して泳げてるか、これが結構呼吸の辛さとかなり密接に関係してます。先ほどの息の使い方ある程度できてるのにかかわらず苦しい。特に25は頑張ってやっといけたけど、ターンした後めちゃくちゃ苦しいとか、まあ、25いけたらある程度はもう形はね、うまくもうバタフライのフォームも息継ぎとかもできてきてると思うんですけど、それでも折り返しでやっぱり息が持たないとか、そういう方は結構力みすぎてる。もちろんその呼吸っていうのは一番メインで直さなければいけない問題ではありますが、それを直してでももし改善されないのであれば、泳ぎ自体をもっと脱力してやる必要があります。やっぱり力入ってるっていうことはそれなりに酸素をすごい使ってるわけだし、エネルギー消費も激しくなっちゃう。そうすると呼吸は合ってるのにもう息が持たないっていうことが起きてしまいます。なので
目指してほしいのは綺麗で力のいらない泳ぎ方。これができれば水泳ってすごい楽に泳げるんですね。息も持つし、全然力を使ってないから体力も消費されないから長い距離を泳ぐことができる。これをぜひ目指してやってみてください。そして基本的な、まあ、練習法にはなるんですけど、すごい基礎的なものとしてはまず1個目、こちらのボビングですね。このようにジャンプしながら前に進んでいくんですけど、水中にいるときは鼻から勢いよく息を出す、で陸上に顔があるときは口から思いっきり息を吸う。これをまずはちゃんと身につけること。そう、できないんだったら練習しましょう。でそれができて、まあ、今度はバタフライに使わなければいけないんですけど、それはもう片手とか、あとはまあドルヒラ系にはなるんですけど、いきなり両手バタフライで呼吸を練習しようってなっても、両手バタフライって結構辛いので、まずは片手で練習しましょう。一番最初に言った止める吐く吸うがしっかりできてなかったっていう方は、最初はそれをやる。でもうそれがある程度できるようになったら、今度は脱力して片手バタフライできるようにするっていうのを目標にやってみてください。片手がやっとできてから両手、まあ、最後ちょっとやるぐらいで十分だと思います。まずは基礎的なこと、まあ、脱力をする、呼吸を整えるっていうことですね。それをぜひやってみてください。ということで、以上がバタフライの息切れしない泳ぎ方のコツでした。本当に大きな違いは脱力できてるかできていないかだと思います。まあ、綺麗な泳ぎ、力のいらない泳ぎを身につけたい方は、私の過去の動画でもいくつか上げているので、ぜひその動画を見ながら自分の泳ぎを見直してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。